な、あ、びっくりした。やっほー、こんばんは。なんだこれは、イベント。あ、なるほど。なんか新しいボタンが見たことないボタンがなんかできてるんですけど。やっほー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ごきげんうるわしゅう皆様、いかがお過ごしでしょうか。あ、まだまだいい感じかも。リボン、私こういうリボン結ぶの苦手なんだけど、リコちゃんに今日結んでもらってまだ崩れてない。こんばんは、元気かい。おつかりん星、おつかりん星おつかりんか最近おつかりんもちょっと言うの恥ずかしくなってるけど、もう一つ恥ずかしくなってるやつはなんとかケロってお話し会お疲れケロってあ、お疲れケロそう、今日はね、お話し会、オンラインお話し会、今年最後のお話し会ありがとうございました。今日も楽しかったですね。メール来た？リボンかわいいねって、そう、リコちゃんに結んでもらった。え、こういうのさ、自分でどうやって、私が結んだらこうはならんの。そう、こんばんケローとかねこんにちケロー、おはケロー。恥ずかしくなってるんよね。一度挑戦してみましょう。リボンって、じゃあ配信終わる頃に結び直す。私がちょっとさ、今から配信始めたのにさ、ぐちゃぐちゃのリボンじゃ嫌じゃん。だから終わる頃に結び直します。今日のオンラインお話し会で今年最後だったらしい。今年最後っていうのをさ、話し会始まってから気づいてさ、びっくり。そう、だから良いお年をのご挨拶の方もいらっしゃって、今年もありがとうございました、良いお年を。でもね、クリスマスコンサートとかもあるので、クリコンでっていう方もいらっしゃったんですけど、こうやって2人で話せるのはラストだったね。
サートは2日間とも出ますかって。いや私が出るのは24日かな、24日の昼夜出ます。お昼は課外活動の公演で、夜は全員全員出る。そうね、クリスマスイブ。なんか1年早いような気がしてたけど、前回のクリスマスコンサートのこと考えたら、なんかあまだ1年かみたいな気にもなってきたから、思ったより1年は早くないのかもしれない。だって前回のクリスマスコンサート私結構もう遥か彼方結構もう前の記憶だもん。すごくすごくすごく印象には残ってるんですけど、記憶には残ってるんですけどね。そうなんだかんだ1年長いような気もした。振り返ってみたら結構いろんなイベントありまして、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、ありがとうございます。フォロやばい声がえフォローしてくれたの、ありがとう。またぜひお話できるの待ってます。久しぶりにちょっと高い声出したらなかなか出んかった。そうこういう多分さ高い声さ普段から出しとかんと出らんっていうことが、この前のあのバババンビさんとのコラボイベントフェスの時に実感した。なんか全員ステージが終わった後に出て行って感想を言うみたいな話が時があったんだけど、その時なんか私もちょっと可愛い声で言おうみたいなこと言ってたんですけど、いざ出そうと思ったら全然出んくて全然出んくてさ、だからちょっと定期的にリハビリしていかないといけませんね。ああ日々の練習が必要みたい。そう髪の毛が気に食ってなくてずっと直しちゃう。今の長さって絶妙じゃない？めっちゃ絶妙すぎてさ、私は今切りたい欲がだいぶ高いんですけど我慢してる。9月あたりに、10月とかかな、いや9月かな、
こんぐらいまで切って、今こんぐらい伸びた、伸びるの早い方なのかな。そう、切りたい欲が出てきてさ、昨日一昨日いつか忘れたけども、一人で家の中で転がってた、あもう切りたい切りたいって転がってた。前髪は自分で切ったらちょっと切りすぎたし、ちょっとガタガタだからちょっとどうしようっていう感じです。切りたい切りたい。でも伸ばしたい欲も今あるのこんぐらい、こんぐらいまで伸ばしたい欲もある。でもね、途中でなんか切りたくなっちゃうんだよね。なのでどっちやねえ案件。いやそうなんよ、今すごい私ショートにしたい欲もあってかつてなくショートにしたい欲もあるし、なんか前髪をこう分けたい欲もあるし、伸ばしてめっちゃ伸ばしたい欲もあるし、ボブにしたいしそうそうなの、なんかなんか美容師さん、美容院の方がいろんなヘアアレンジとか髪を切ったりする動画を見るのにちょっとハマっててあれかな、トリマーさんがワンちゃんを切ってる動画関連で出てくるようになったのかな。最近すごい普通の美容院の動画とかもめっちゃ見てて、あこの髪もいいなとか、え短いのもめっちゃ可愛いなとかえ前髪分けるの可愛いなとか、いろんなの見てたらもう全部したくなっちゃって私はどうしたらいいんでしょう。アプリで髪型変えるやつなかったっけって、なんかああいうやつさ、前昔したことあるけど、なんか顔がうまい具合にはまらんくない私だけ前した時なんか顔が、なんか絶対これちょっとずれてるよねみたいなすごい変な感じになってさ、うまい具合にはまらないんだけど、私だけなのかな、すごい不自然になっちゃったんだけど、ね、染めたい欲、どうだろう、今染めれないから、なんかそんなもないかも染めれないって決まってるからそんな考えないですね。どうなんだろうね。シルバー似合いそうだって。シルバーは私が高校生ぐらいの時ずっと染めたかった。ですね。あ、ギフトありがとう。全然ギフトがコメントだけの欄ずっと見てた。山井さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。けんちゃんかわいい10個ありがとう。お疲れさん、トナカイありがとうございます。
クマもありがとう。なんかすごい、メリークリスマス、メリークリスマスプレゼントがいっぱい降ってる。なんだこれは、メリークリスマス。どなただろう。ようちゃんさん、かわいい10個ありがとうございます。ツナさんもトナカイありがとう。え、冬じゃん。え、どなたがくれたんだろう。今のメリークリスマスっていうのがどなたもくれてないですけどえ、バグかな、全然出てこないんだけど。あれ、今も出てた。え、バグかな。あれ、ギフトのとこ、ま、書いてないんだけど、なんで。みんなのとこには書いてる。サンタさんがくれたのかな。翔一さんなの。翔一さん、ありがとう、ありがとう翔一さん。今日もありがとうね。嬉しかったよ。え、出てこん。私のとこには出てこないけど、ありがとう。お話し会ありがとう。こちらこそよ。トラさんめちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。え、ギフト出ない時があるの。なんということだ。こちらのギフト欄には残ってるね。本当の本物のサンタさんかと思った。なんということだ。初見です、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。あれ、今のは何、靴下やばい、表示されないけど、え、大丈夫そう。今のもうサンタさんですか今のもサンタさんですかね。表示されてないんですよ。クリスマスギフトがされてないのかな。ちょっと更新？今の声もバグって言われてる。更新？してないのかな。なんということだ。携帯で確認しようかな。携帯ちょっと待ってね。このちょっと一旦ログアウトをしないと、なんかこっちから配信するになるので、ログアウトをして原田さやかさんの配信にお邪魔して。あ、え、なんかタワーみたいのが立ってる。こっちの画面だったら私のこっちでは立ってない。監視。あ、こっちでコメント読んだらいいかもしれん。スペシャルギフト。あ、もう消えてるかもしれん。
山さん、クマありがとう。あれ？あ、これか。翔一さん、ありがとうございます。スクショしとこう。ゆうたくん、トナカイありがとう。あ、ありがとう。ちょっとパニック、汗汗、ありがとうございますそう、私のショールームを見る私を、ん？私のショールームを見る私をみんなが見てる。ごめんね、ちょっとギフト表示されてないのがあるかもしれん。初見さん、はじめましてはじめまして、ありがとう。あんまり出らんな。はじめまして、はじめまして、はじめまして。調子が悪いです。お礼がだいぶ溜まってる。年内のお礼は大丈夫かなって。そう、そうなんよね。私だからあれになるかもしれんって、そう今日言ってたの。年越しがさ、除夜の鐘じゃなくて、私はどんどんこうやってお礼を言っていく、除夜の鐘代わりにお礼を呼んでいく配信になるかもしれん108個のお礼を言っていくかもしれん。もう申し訳ない。ゆうたくん、尊いありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ございます。初見さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。調子が悪い。ちょっと家で練習しよう一人で練習しよう今度。そう、チュアの鐘一つごとにお礼、ボーン、何々さんありがとうございます、来年もよろしくお願いします、ボーン、あ、何々さんありがとうございます。行く年、来る年、今年もね、元旦公演あるからね、よろしくお願いします。去年に引き続き、去年じゃないね、今年に引き続き来年もございますのでね。書き初めあるのかな、どこかしらでありそう。考えとかんと。おみくじは結局いつから引いてないのって。私結構ね言ってないだけでおみくじ引いてたんですよ、ちょくちょく。今年も結構引いてたんですけど、なんか調子が悪くて全然吉とか小吉
とかばっかなので密閉してた密閉してたんよ。ちょっとあ、隠蔽ね密閉はなんだろう、密閉は閉じ込める。だからこの前とかも引いたんだけど、今月とかも引いてたんですけどそう、真空パックしてた。ピルマさんめちゃかわいい、ありがとう、ありがとうございます。そう、ジップロックに入れてました。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。そう、だから私はこの前の STU チャンネルさんの時に運を溜め込んだ運を使えたのではないかと考えているとプラスに捉えた。そう、スニーカーまだ履いてない、開けてみてうふってしてもう直したちょっともったいなくてしばらくね履けんかもしれん。一光さん、トナカイありがとう、ありがとうございます。そう、あの白い色なので汚れちゃいそうで、そうね、雨の日は履けないね。水を飲もう。カレンダー届きましたって。じゃあずっとさやかりんのやつに来ててくれるのかい。ちゃんめちゃかわいい、ありがとう。今日はもうウィンクが下手くそ。プレゼントがあった、プレゼントが来たんだけど誰もくれてないプレゼントが来たんだけどな。もやし生活さん、ありがとうございますありがとうございます。ヤンカーさんもプレゼントくれてる、ありがとう、ありがとうございました。待って、音が変ってどういうこと、何音が変になった、一旦なんかおかしいかな、これ一旦切った方がいい感じ、そんな何これ今日どうなんか調子悪いのかな、 iPad 調子悪い感じ。いや、プレゼントが来てる、プレゼントが来てる、
キーさん、キーさん、ありがとう、プレゼントありがとうございます。ありがとう、今日もありがとね。今は大丈夫？え、なんで？なんで？みんなちっちゃいプレゼントとか雪とかもありがとね。ありがとう。話し会はね、楽しい。話してくれてありがとう。またプレゼント、あ、またプレゼント。ありがとうございます。プレゼント、どなただろう。カズサさん、ツナマヨさん、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。ありがとう、サンタさん。プレゼントってくじなの？プレゼントくじ？大吉、あ、なんか大吉とかさ、吉とかなんかおみくじみたいなやつもあったよね。あ、次はあれだ。靴下。靴下？靴下だ。え、どういうくじなん？山猫坊主さん、ヤンカーさん、ありがとう。山猫坊主さん、ヤンカーさん、ありがとうございます。え、すごい、なんかめっちゃ抽選会場みたいにもなってるかもしれんけど。キーさん、トラさん、ありがとうございます。どうだった、当たった？くじ、くじのイントネーションが違う。くじ、くじ、くじね。大当たり、小当たり、外れの3種類がある。外れが多いんだ。え、当たったら何になるん？カムカムさん、ノリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。カランカラン、カランカランカラン。ちょっと抽選会場の時間帯だったんかもしれん。ヤマイさんもありがとう。タンタンタヌキさんもありがとうございます。え、何が出たら当たりなの？鈴が出たら当たり？これ、これ今鈴だ、鈴が出てる。ありがとうございます。え、もうまた鈴が出てるよ。え、待って、ありがとう。当たった？ベルが外れ、ベルが当たり？あ、そうなん？靴下。カランカラン。あ、本当だ。え、待って、なんか出るようになったよ。え、どういうこと？え、なんか不思議。あのギフトのとこには表示されんけど、ハズレを引きました。え、なんかすごい、ハッピーホリデー、見たことないやつが出たよ。ハッピーホリデー。ギフトは表示されんけど、なんか何を引きましたは出る、これ。あら、エビちゃん、さやかりん、たのしがハズレを引きました。キーが塩あたりを引きました。イコルが塩あたりを引きました。
夢猫坊主がハズレを引きましたって書いてるんだけど、キクちゃんがハズレを引きましたってやっぱりこれなんか読まん方がいいか、ハズレを引きましたってさ呼ばれたらなんか嫌ね。実況そう結果だけ出る。鳥さんがハズレを引きましたゆうたくんがハズレを引きましたやばい、読み始めたらハズレしか出らんくなったティースがハズレを引きましたやばい、なんか読み始めたらハズレしか出らんくなっちゃったえ、ありがとうございます。山猫坊主さん、ティースさん、ゆうたくん、鳥さんさん、山猫坊主さん、ゆういちさん、エビちゃん、キーさん、イコルさん、山猫坊主さん、もやし生活さん、ケンちゃん、タンタンタヌキさん、ヤマイさん、ノリさん、カムカムさん、ありがとう。おやっぱベルが当たりっぽい。ベルも外れなん？エビちゃん、アットマークさやかりん楽しが外れを引きました。立花隼人が外れを引きました。やばい、今ちょっと良くない流れ来とるよ。ちょっと引かん方がいいかもしれんこれトラロング派罰が外れを引きました。やばいやばい、なんかこういうのって流れがあるからさ多分なんかもう良くない、ほら良くない日ってさ、良くないことってなんかまとめて起きるじゃん。だからほらキーが外れを引きましたって、やばい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 、今ここちょっと、あ、ん、なんかそう今すごい当たりみたいな感じに見えたけど違った。ゆういちが外れを引きました、もやし生活が外れを引きました、やばいやばいやばい、え、怖、あ、ハッピーホリデー流れを変えてくれる勇者、勇者チョコミントが塩語りを引きましたってキーが外れを引きました、ちょっと流れが戻っちゃったかもしれんキーが外れを引きました、ちょっとキーさん大丈夫キーが外れを引きました、やばい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 、これちょっとあれかも、ちょっと引く勇気も必要かもしれん鈴吉が外れを引きました、カズセヤカリン単押しが外れを引きました、マツが外れを引きました、やばいやばい、キーが外れを引きました、ちょっとキーさんダメよ、ちょっと一旦落ち着いてほしい。カズヒロサヤ家族が外れを引きました、やばい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 、あ、スライトが塩あたりを引きました、ちょっと流れ変えてくれてありがとう。山猫坊主が外れを引きましたってもう戻っちゃった、ゆずきちが外れを引きましたえもうないじゃん外れしか、どういうほらキーが外れを引きました、ちょキーさんダメかも、今日はダメかも、ちょっとやめた方がいいんじゃないもう当たらない日ってさ当たらないじゃん。もやし生活が外れを引きました、トリケロが外れを引きました、やばい、こんな運気の悪い運気の悪いとか言っちゃったルーム私が悪い気がしてきた、これ私がいけんのかもしれん、ごめん、ちょっとどうしよう、なんか開運することない、え、トリケロが外れを引きました、山猫坊主が外れを引きました、ちょっと運気のいい話題をしようよ、お祓いあ、そうなんだ、どこのルームもこんな感じ、そうなの、運気を上げてかんと
運気。今日はお風呂にお塩でも入れて入ろうかな。邪気を払う。他のルームはあまり知らないっすねって。ヘアカリンルームしか行ってませんあらあらあら、水吉がハズレを引きました。悲しい。まあ、まあまあまあ、人生ねちょっと当たったらラッキーぐらいな感じでいくのが一番いいのでね急に視野を広げ出す人。こうがハズレを引きました、ようちゃんさんがハズレを引きました。初見さんの声で言う。キーキーがハズレを難しいキーがキーがハズレを引きました。なんのこれ、なにこれ、どういうルーム。新タンタンがハズレを引きました。一人で積もってる。ゆずきちがハズレを引きました。一行がハズレを引きました。ノリがハズレを引きました。ゆずきちがハズレを引きました。キーがハズレを引きました。ちょっと面白かった。何のルームなんだろうって感じで本当に抽選会場。あ、上手くなっとるやんって。あ、やった、みんなのおかげで。私の裏声、作り声が上手くなってるらしい。やったね。リハビリにちょうどいいかもしれん。スライトがハズレを引きました。ゆず吉がハズレを引きました。エビちゃん、さやかりん、たんおしがハズレを引きました。ヤマイがハズレを引きました。安定してきた、安定してきた。ゆういちがハズレを引きました。あ、この声にちょっと慣れてきたかもしれません。はい、うん、カズサがハズレを引きました。あ、もうだいぶこの声に慣れてきました。ありがとうございます。ようちゃんさんがハズレを引きました。待って、ちょっとゆずきちがハズレを引きました。ティースがハズレを引きました。もやし生活がハズレを引きました。なんだこの配信って私も思ってるし、もうハズレしか出てこないから、ちょっといいよ。ありがとう、ありがとう。みんないっぱいあのあれだよねなんかもうみんなちょっと意地になってるかもしれん。当たりを当たりが出ないからですか。ありがとうございます。ちょっと私の力不足です。どこまで読んだかな。もやし生活がハズレを引きました。あ、もちきゅうがハズレを引きました。のりがハズレを引きました。かずひろがハズレを引きました。
一行がハズレを引きました。一行が小当たりを引きました。いやもう小当たり、小当たりでももう素晴らしいよ、素晴らしい、ありがとう。もう何の配信かわからない。あのハズレを引きましたのさ、ずっと言ってる時に来てくれた、初めて来てくれた方とかいたら、え、どういうルームなんだろう。でもありがとう、ちょっとみんなのおかげで普段出してなかった私のアイドルボイスが出るようになったので、最近いいことないよって、そうね。ちょっとそうね、いいこと、いいことってあるのかな。ダメだ、私にあのあれかも、悩み相談したら一緒に悩み落ちていくタイプかもしれん私。でも気持ちに寄り添いますので。一緒に落ち込んでいくタイプかも。そっか、そっか、そうだよね、なんでなんだろうね。そういうタイプかも、ごめん。まあでも行くとないってもう思い込んで生きてたら、なんかちょっとしたいいこととかでもその分すごい幸せだから、うん、それで行こう。本当いいことがないんですって。いいことって何なんだろうね、何なんだろうね。こういう話してたら私思考が飛びがち。そうよ、お風呂に入って暖かい布団で寝れて朝起きれたらそれはいいこと。それはいいこと、無理しすぎず行きましょう。そう、今日リコちゃんに最近の楽しみ何みたいなこと聞かれて話になって、お風呂に入ることかなって言った。お風呂にアロマキャンドルをつけて入浴剤を入れて入るのが幸せです。でもさ、アロマキャンドルってさ、なんか私うまく使い切れない気がする。どんどんさ真ん中のさ、なんていうのかな、説明が難しい、真ん中の部分だけさへこんでってさ、このまだ周りのなんかどんどんこうくぼんでいくんだよね。あれって使い方正解なのかな。ビルマがハズレを引きました。ゆうたくんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。そういうもの、そう、あ、正解なのか、正解なのか。なんかさ、うまい具合にさこう、え、でももったいなくない、周りのこの端の方にさ、この縁側のローたちが、時
け出さない構造なの。柔らかくなったら形を整えるの？そう、手で？本当に本気で言ってる？お疲れさん、ひよこありがとう。病が外れを引きました。悲しい感じで言う。ようちゃんさん、クマありがとうございます。ありがとう。ゆういちが外れを引きました。はあ、あ、なにこれ。キーが大当たりを引きました。キーさん、おめでとう。キーさん、あなたすごい。悲しいくらい外れを引いてたから私はちょっとどうしようかと思ってたのに。あ、キーさん。待って、13回目、はあ、やっぱり見てるんだね。神様は見てるんだね。ありがとうございます。大当たりだった。すごい、クリスマスツリー立ってたもん。メリークリスマスって。はあ、はあ。うん、よかったね。キーさん、おめでとう。もういいね、いいね。そう、ちょっと人生のドラマを見させてもらった私。ちょっと私も頑張ろうと思いました。やっぱ続けることって大切、大切だね。諦めないことって大切かもしれん。やっぱり信念が思って諦めずに続けることって大切なのか。なるほど。ちょっと待って、ゆうたくんがハズレを引きました。ゆうたくん、ゆうたくん、ちょっとあれ。いや、でもよかったよかった。ありがとうございます。すごいあれだね、みんなが諦めずに続けてきてくれたから。そうね、人生について学ばせてもらいました。おめでとう。私も頑張るよ。もちきゅうさん、トナカイありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ヒューガヒャンがハズレを引きました。でも私さ、なんかもう今ハズレを見てもあれだもん。ハズレに対する思いも変わってきた。ハズレってだってあれでしょ、その大当たりを引くための一つの道というか、大当たりへつながる道だから、ハズレも決して無駄じゃないということが。そう、すべてがつながってるっていうことがお学んだ。
そう、無駄なことなんてないんですね。何の話。カレーがハズレを引きました。いやだからハズレを引きましたじゃないね、大当たりへの一歩を踏み出しました。そうこれこれということが分かった。今日ずっと何の話してるんだろう。何の話してたんだろう。まあそんな感じで、うん、萌え生活が大当たりへの一歩を踏み出しました。面白いですね。はあ、ヒューガヒャンが大当たりを引きました。大当たりを引きました。いい波来てるね。いい波来てるね。やっぱあれか、ちょっと一回さ、すごい苦しいとこ越えたらちょっとやっぱいい波って、波ってあるからさ、流れがあるからさ、人生。いい波来てるね、おめでとう。おめでとう。確かに何回目なんだろう。ヒューガヒャンさんは何回目なんだろう。ねえ、ほんとだ、星のところが1万1000超えてる。ねえ、ありがとう。一緒に一緒に人生を学んでくれてありがとう。ハッピーホリデイ。病が潮渡りを引きました。素晴らしい。あ、渡り引いたのは初めて。人生を学べたね、今日は。人生を学べた。もやし生活が一歩を踏み出しました。もう1時間経つん？あら、私ちょっとだけ配信しますみたいなこと書いてたけど、もうあっという間に1時間なのね。もやし生活がまたまた踏み出しました。今日もお風呂でキャンドルする。キャンドルするって言い方おかしいかな。あのプレゼントとかでいただいたアロマキャンドルとか全部使ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。
ンドルは癒されますね。今日は土曜日か、明日は日曜日か、来週はクリスマスコンサートに向けてのリハが始まりそうですの。寒くなってくるんだ。今日朝方家出るときはなんかそんな寒くないかなって思って、このこれにカーディガンみたいな1枚着て出てったんですけど、もう帰るときめちゃめちゃ寒すぎて凍えるかと思った。夜とかも寒いよね。でももっと寒くなるのかな。寒波が来るのか。クリスマスのねリハ2日間ぐらいお仕事で出れないので、ちょっと今怯えてる怯えてる。頑張ろう。あんな曲やこんな曲をするかもしれませんね。ゆういちさん、くまありがとう。そうね、前回の時、前回も舞台と重なってて出れなかったので、前回はちょっとだいぶあわ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 したので、ちょっと今回はねもっと余裕を持って持てるように頑張るぞ。練習事前にするぞと意気込んでおります。ゆっくり休んでくださいって。みんなもね、ちゃんと寝てる？ちゃんと寝てるかい？左手首にいっぱいか、何の話だろう、何の話、ちょっと分かんないけど今回はちゃんとちゃんと綺麗な手首だと思うので安心して。ちゃんと寝てる？ゴールデンタイムには寝れませんって。
睡眠のゴールデンタイムってあれでしょ、10時から2時みたいな。だってもう過ぎてるよね、ほらもう23時だもん。でもそう、今日はね割と眠めなので早く寝ようと思っている。お話し会の合間の時間にリコちゃんと着替える部屋、更衣室にリコちゃんがお布団なんか毛布みたいの持ってきてたから、それを引いてくれて一緒に寝てた。思ったより熟睡できて、なんか夢まで見てたんだけど、もう夢の内容がね、起きてもう3秒後ぐらいに忘れちゃって思い出せんかった。そう、ブランケットブランケットだ。そう、起きれたねってマネージャーさんがあと5分ですみたいな言ってくださってて、その声で起きれた。じゃあそろそろ思い出した、そろそろじゃあリボンをほどこうかな。こういう感じでさ、自分で結ぶ感じのやつなんですけど、じゃあ結びます。あ、でもなんかさ、もう型がついてるからさ、いけそう。あ、でもさ、なんか長さが違う。まあそんな感じでね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。という感じで、まあ土曜日の夜だからまあそんな感じでもう全然私今リボンに夢中でもう何を喋ってるのかよく分かってないんだけど、ありがとうございました。原田さんがハズレを引きましたじゃないんよ。なんか斜めになってますけど大丈夫そう。何これあ、
じゃない？なんか来たんじゃ、あ、来たんじゃない、来たんじゃない、なんうん。まあ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 、球大点。そう、左右の長さはちょっと違うんですけど、こうしてみたらだいぶ違うんですけど、今はもうここまでしか、私はもうだからここにいる、この距離にいるから大丈夫そう。もうこれ以上画面から離れないから、そうそう、今日はリコちゃんが結んでくれて、もうなんなら映さないから、そう、隠蔽、隠蔽密封という感じで今日は終わろうかな。お話し会ありがとうございました。今週もお疲れ様でした。明日も明日も外れのね、日なんてないのでね、全部大当たりへの一歩の道のりということで、やっていきましょう。テロップがこう、なんか久しぶりにテロップを書く気がする。気のせい？あれ？私の探しているやつがないんだけど、どこにあるの？どこにあるの？ごめん、変なことしたら固まっちゃったよね。大丈夫だった？あ、これこれ、私が欲しかったのはこれこれ。え、なんかさ、今さ一瞬どっかに飛んだらさ、あのタワーが映ってるからなんか治ったかもしれん。ありがとう。あ、なんか治ってるよ、全部反映されてる気がする。おお、何だったんだろう。いっこさん、プレゼントありがとうございます。更新されたということで、今ねこうして見てくださってる方が皆さん大当たりを引きましたということで、なんか綺麗に締めようとしよる。ありがとうございます。大当たりだよ。
じゃあ壇上読ませていただこうかな。ただだん。13位山井さん、12位一光さん、11位ようちゃんさん、10位ゆうたくん、9位ゆういちさん、8位山猫坊主さん、7位かずささん、6位とらさんロング派閥5位ビルマさん、4位ゆずきちさん。待って、壇上変わった気がする。変わってない。いや変わった。13位山井さん、12位ようちゃんさん、11位ゆうたくん、10位ゆういちさん、9位山猫坊主さん、8位かずささん、7位とらさんロング派閥、6位いっこうさん、5位ビルマさん、4位ゆずきちさん、3位もやし生活の13部は無駄でした。無駄じゃないですよ無駄じゃないですよ。すべてつながりますし、私は私の心に積み重なってます3、2、キーさん、そして1、翔一さん、ありがとうございました。パチ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 ありがとう、ありがとうございます。最近40番文化を廃止してたけど、じゃあ40番バレッタさんです。この前弾いた時は確か吉だった気がする。大吉、占い、占いじゃない、おみくじ。吉さんですね。そう、また次大吉弾けたら言おうって思って言ってなかった急に復活した。じゃあね、私はお風呂に行ってくるよ。お風呂、暗闇で音楽を流してアロマキャンドルをつけて行ってきます。ということで、ありがとうございましたすごいね、なんかいっぱい笑った。お話し会でもいっぱい笑ったけど、今日配信でもみんなと一緒に過ごせて、今日はとってもいい日でした。ありがとう。それじゃあまた話しましょう。バイバーイありがとう。ゆっくり休んでね。バイバーイ、おやすみなさい。じゃあねー。バイ。